久保さん、おはようございます。今回ね、最高のサインにしましょうか。まあ、久保さん知ってるかどうかわかんないですけど、日産シーマ生産終了でございます。びっくりしましたね。あのシーマがね、バブル時代3万台ぐらい売ったらしいですね。で、シーマは僕もなんかね、思い出があって、先輩が、大学の時の先輩がシーマに憧れてね、シーマ映像と、シーマ映像みたいなね 結構ね、シーマってええのかみたいなね シーマ なんかフーガもなくなるみたいですね。あとスカイラインのなんだ、なんかがなくなるみたいですね。で、日産はなんか電気自動車の方に全部切り替えていくみたいで、最上級であったシーマがバブル時代売れまくった車種がもう廃盤らしいですね。いやー、まあ暇っていう、暇はね、僕も久保さんが言う通り暇だからこそ見えてきたものが僕はありますね。やっぱその当時ね、東京で働いてる時はまあ暇っていう字はなかったですね、僕には。まあ、今はね、時間がね、ゆっくり流れてるんだけど早いんだけどゆっくりっていう、何なんですかね。要は充実してて、暇だし充実してるしっていう、暇、ずっとぼけーっと暇っていう、何もすることがないつまらない暇っていうわけの暇じゃなくて、考えることもたくさんあるし、考えられる時間、暇があるしっていう、なんかすごく充実してるなと思いますね。で、あとはその選べるってことですね。まあ僕はまあシーマは買わないですけども、なんだ、まあ最上級ではないか、まあ、Z4 は最上級ではないと思いますけど、ね、僕の家はずっと貧乏で軽自動車しか選択ができなかったんで、まあ、うちの親父にね、 BM プレゼントした時に、まあ、死ぬ前に BM 会社乗れるとは思わなかったよみたいに言ってくれましたけど、まあ僕の中ではずっと自分の実家が軽自動車しか乗ってこなかったし、僕自身もね、軽自動車しか乗ってこガキの頃軽自動車しか乗った経験がないので、なんか外車っていうと最上級みたいなね、ありましたけど、それも選択できるようになったんで、選択できるっていうのは非常に、最上級、すみません、 Z4 は最上級じゃないですよ。まあ、何をもって最上級なのかって話で、まあ価格で見るならばフェラーリとかランボルギーニとかロールスロイスですか。まあシーマと比較するんだったらロールスロイスっぽくなるのかな。まあそういうのは、ね、僕はまだ買えないですけど、まあ買えたとしても買わないですけど すみません、ロールスロイスに興味はないですね スポーツカーに、ずっとスポーツカー乗ると思いますけど、だからまあ選べるっていうのはね、非常にいいかなっていう、上も下も選べるっていうね、だ安い商品も買うし高い商品も買うしっていうのが、だからそれはね、良かったなと思いますね。やっぱだから人生って何なんだろうって考えられる時間もあるし、しかもそれも選べるっていうね。やっぱね、選べないのが辛いと思うんですよね。何がその辛いのかっていうと、時間が選べない、仕事が選べない、稼ぎ方も選べない、まあ商品を買うにしても選べないっていうのが多分しんどいと思うんですよ。だから例えばその会社で人間関係でしんどいっていうのもよくあるパターンだと思うんですけども、それ別にさ、選べれば、じゃあ、会社辞めたっつって選べるわけじゃないですか。別に国がね、あなたはその会社で一生働きなさいっていうルール、憲法はないわけですから、別に選べるわけじゃないですか。じゃあなんでそれ選べないのかっていうと、やっぱ自分で稼げないから、まあ、そこの会社に依存するしかない。で、辞めた後再就職できんのかなっていう不安がある。だから結局職場の関係がいろいろ嫌だけども、給料安くてもなかなかその転職に踏み切れない、選択できないっていう。でも自分で稼げればそれは別に選択できるわけじゃないですか。別に辞めても飯食っていけるんだったらね。だから選択できるようになるっていうのはね、本当大事なことですね。
選択できる。あとは選択したとしても時間がなかったらね、暇な時間なかったらその選択してもね、1分しか使えないとかね。そう、まあ極端な話ですけど。だから、暇になるっていうのはね、超大事ですね。で、暇な時間を、例えば、まあ僕もね、じゃあ、まあ結構四六時中僕の場合は考えてる部分はあるんだけども、逆を言うと、暇を楽しむっていう時間もあるんですよ。逆になんかぼーっとする、優雅になんか自然を、ただぼーっと桜島を見るとかね。ああ、綺麗だな、みたいな。ぼーっとね。ぼーっと花を見るとか、ぼーっとなんか山綺麗だなとか、まあそういう時間もあるし、まあ仕事をガリガリする時間もあるし、まあどこでもね、仕事はできますし、で仕事も選べるし、とりあえず、まあ、昔ね、これ僕、すごくいい話だなと思ったのが、年商150億だったかな、年商とりあえず100億ぐらい作った、なんかボスみたいな人がいたんですけど、まあ、これ億万長者合宿でもね、何回かその話出したんですけど、多分ね、なんかその、まあその年商100億とかね、そのすげえ人がいたんですよ、ボスっていうのはね、当時。まあ本当6年前か、結構前の話、10年前か、結構前の話ですけど、そのボスの家に泊まりに行ったことがあって、で、まあ飯買いに行くぞっつってね、で、まあボスはめっちゃお金稼げて、まあ昔ね、そういう人だったわけですよね。で、風貌もボスみたいな風貌なんですよ。で、昼飯買いに行くぞっつってスーパー行ったんですけど、で、僕弁当買って、で、ボスはカップラーメンを買ったんですよね。で、ボスはそのカップラーメン、まあ、がたいはいいんですけど、で、カップラーメン吸ってるわけですよね。で、僕に言うわけですよ。いいかと。俺は今ね、カップラーメンが食いた、今日はね、カップラーメン食いたかったなと。で、カップラーメンが好きやん。今日は食いたいと。で、選んで食ってると。だから健康にいいんだ、みたいな。だけど、これを選択ができなくて、お金がなくて、いやいやカップラーメンを食ってると、それは健康に悪いと。でも、自分で選んでね、うめえって食ってるものが一番健康にいいんだ、みたいなね。なんかそういう話をしてて。だから選べるっていうのが大事だっていうことをなんか言ってたんですよね。だからそのね、高級な飯も選べるし、食えるし、だけど、今日はカップラーメンを食いたいと。でもお金がないから、カップラーメンしか食えないっていう人生はしんどいということですよ。で、あとはその時間があったりとか考える時間がある、とその選ぶ精度もね、非常に高まるというか、無駄なものがなくなってきますよね。無駄でも無駄じゃなくできるし、なんだろうな、まあ難しいですけどね。だ、無駄がなくなるんですよ。要は、無駄全部使えるし、だって久保さんね、ウグイスパン食ってもね、ウグイスパン動画でも草加塾売れるわけじゃないですか。 ウグイスパンを食うことは無駄じゃないですね。 ウグイスパンの何十倍の売り上げねんって感じですよね、草加塾売れるんだから。まあ僕もまあいろんな動画アップしてきて思いますけどね、まあ、いろんな僕も体験させてもらったんで、まあ、こんな動画でもいいんだろうみたいな、いろいろありますから。だから久保さんが以前ね、億万長者合宿で、その、なんだ、その、選べない、なんだっけな、なんか選べない、ただの嫉妬みたいな。ただそれを正当化するっていうか、でもね、僕、まあでもこれもね、まあ暇だから考えられるんだけども、そのランボルギーニの話の時なんかそういう感じの出たんですけど、当時僕ランボルギーニウラカンスパイダー欲しいなと思ってたんだけども、なんかね、まあそれ欲望の話だった。欲望どのものだったかな。まあいいや。まあでも結論欲しいなと思ったけど、まあ買う金はないわけですよ。まあ借金も多分あったかな。結構前なんで。でも今よくよく考えると、やっぱね、
お金があっても買うかなっていう、まあ要はいや、いろいろ考えるんですね。それは僕の価値観なんですけど、そのフェラーリとかランボルギーニを使い回せるかなっていう、まあもちろんその週末乗るとかね、その日だけ優雅なっていうのはいいんだけども、僕のライフで言うならば、もうガンガン乗りたいわけですよね。でもガンガン乗るのにはちょっとなんですよね。その駐車場のスペースもあるしね、フェラーリとかランボルギーニめちゃめちゃ横幅でかいんで、駐車場のスペースとかも考えないといけないし、まああとそのガルウィングですよね。ガルウィングだともう間違いなく相当の幅ないといけないので、そこら辺止められないんですよね。っていうのをいろいろ考えると、僕のライフには合わないかなっていう感じですね。だからまあ Z4 ですげえ良かったなと思いますね。もうめちゃめちゃ乗れるし、気軽にも乗れるし、まあ走で、この前チューニングしてね、すげえ走り良くなったんで、軽いし全然いいなっていう、だそういう暇じゃないと、なんかそういうなんかね、そんなことね、他の人から見れば別にどうでもいいことだと思うんですけど、まあ僕にとってはどんな車乗るかって結構大事なんで、そう、まあね、人によっては久保さんみたいにキットを眺めるだけでっていうのはあると思うんですけど、僕は眺めるだけは僕はあんま僕のライフじゃないので、車を乗ってなんぼかなっていうのが僕のなんかあれですからね、乗り回してなんぼみたいな。だから34売る時もなんかその買い取りに来た人が、まあ、言ってくれたんですけど、吉谷さんみたいにやっぱこの車っていうのはこのいっぱいこの、ね、まあ営業トークでもあるとは思いますけどね、合わせてくれたっていうのもあるかもしれないですけど、吉谷さんみたいにこれやっぱ車ってのは乗ってあげる、乗るっていうのがいいと思うんですよねみたいなね、まあ持ち上げてくれましたけど、ガンガン34も乗りましたからね。多分本当にあんだけ34を保有してる人で、まあ僕もね、車検行く時に言われたことが、いや34でこんだけ乗ってるの吉谷さんだけですよみたいな、みんなガレージ保管してて週末乗るぐらいで、逆に全然乗らなすぎて故障するみたいな結構 あるんですよみたいな、乗らなさすぎてランプ消えるとかね。そう、僕はまあ車は乗って楽しむものだと思うんで、乗って楽しむ、あとカスタマイズして楽しむとかね、まあでも人それぞれそれは違うんでね、なんかそれもなんかいろいろ、その人はこう言うけども僕はこうだなっていう考える時間が必要なんですよ。周りはこうだけど自分はこうだなっていうのを考える時間がなかったら周りに流されちゃうんで、本当にそれでいいのか、本当に欲しいのかなっていう、ここ俺は本当に欲しいのかなっていう、まあ影響は受けるんですよ、影響は受けるんだけども、影響を受けて受信して、なおかつその受信したものをこの深掘りして考えていくってことですね。でその深掘りして考えていく時間っていうのがなければ、なかなかそのね、ギリシャとかも思想哲学も結局あれって深掘ってったわけじゃないですか、多分暇だから深掘ってったっていう、本当にそうなのかなみたいな深掘ってったと思うんですよね。そう、まあ、結構ね、深くこう考えていくっていうのはね、まあ、めちゃくちゃ大事だと思いますね。だけど多くの人はその日々その忙しくて時間に流されてしまって、まあ、その考える時間がないと。で考える時間がないまま、なんか流されて、なんか気づいたら今年終わってるとかね。だから久保さんと僕はすげえ多分充実今してると思いますよね。まあそれはお互いに言ってるんですけど、考える時間もあるし、やることもあるし、やれることもあるし、形にできるし。ね、まあ僕と久保さんからすると、ね、こんな動画撮るなんか空気みたいですけど、まあ、初心者の人から見るとね、動画を撮るっていうのが、まあ、形にするのがなかなか難しかったりするわけじゃないですか。だからブログもね、毎日書いてるんですけど、やっぱなんだ、まあ同じようなこと書いてるんですけど、まあそうは言ってもやっぱ10分ぐらい、まあ10分ぐらいですね、今日も書いてたんですけど、10分ぐらいで書けるわけですよ。だすぐ形にできるんで一応ね、
だからまあ楽ですね。楽だし楽しいし、楽だから楽しいし、楽しいから楽だし、今楽っていうテーマもありましたけどね。うん、まあとりあえずなんかね、選べるようになった方がいいと思います、マジで。選択裾野だ、島田紳助さんもね話で前ありましたけど、お姉ちゃんなんで勉強すんねんみたいなね、勉強嫌いやねんとね、でお姉ちゃんが言うらしいんですけど、紳助と、いやまあ勉強嫌いかもしれへんけど、勉強してた方が選択増えるだろうと、就職先の選択増えるだろうと、頭悪かったらね進路も就職先もそれ選択はあんまないかもしれないけど、成績が良かったら選択ができると、こう選択ができるっていうことが大事なんだみたいな、なるほどと。でその1000円しかなかったら1000円しか買えない、1000円のものしか買えない、でも1万円あったら1万円の中の1000円も買えるし、1万円の中の5000円も買えると。でも1000円しかなかったら5000円のものは買えない、1000円しかなかったら1万円のものは買えない。だから1万円あるっていうことは選択ができる、選択ができるってことは素晴らしいことなんだと、いいことなんだと、うん、みたいなね。これ YouTube で多分その話が新助さんのあるんですけど、そうやっぱね選択ができないとね寂しいっすよ、寂しいし、なんだろうな、そのひもじいというか、なんかその指くわえて見てるというかね。だから僕はその幼少期やっぱいまだにまあベンツあんま好きじゃないんですけど、なベンツに乗ってる人を見るとなんかもう嫉妬しかなかったですからね。それはそうですよね、だって僕の家軽自動車しか、ずっと軽自動車ですから。ベンツとかね、そういう普通のなんか乗用車とか、だから昔そのキーレスですよね、キーレスの車乗ってる友達の家の車見て、すげえな、自動で車のキーが開くのかみたいなね。まあ今は普通ですけどね。で僕の家の車ってこの窓ガラスもこういうやつだったんで、まあ今多分ないと、すいません今はないと思うんですけど、こういう手動で開けるやつだったんですよ、軽自動車で。軽自動車でこうぐるぐる回すやつだったんですよ、窓開けるやつも。だからその自動でパワーなんかパワーなんかドアそのブーンとか動いたりとかね、なんかキーが開くとかね、魔法だなと思ってましたからね。すげえなみたいな、高級車だみたいなね。そりゃそうですよね、家はこれで開けてましたから、こうやって。懐かしいっすね。でもその時はやっぱガキの頃はやっぱ羨ましいなし、なんか指くわえて見てたし、逆にもうムカついたし、なんか僕はミニ四駆も盗んだことあるしね、ミニ四駆ね、羨ましくてね、パクってね、でバレてね、土下座して謝りに行きましたけど、うん、なんかこれ寂しいっすよ、選択できないと。指くわえてるだけだったら寂しいっすよ。だから一回まあお金を稼ぐっていうことは勉強してやればできるので、まあ僕もできたんでね、まあできたというか今もやってますけど、やった僕、まあ久保さんもね昔まあいろいろ大変だったと思いますけど、今はいろいろ選択できて心にもゆとりあるだろうし、やっぱね心にねゆとり出ないですよ。お金がないっていうのは選択がないと心にゆとりが出ないので、心にゆとりが、ね、出なかったらもうほとんどねマイナスのことをみんな思うし、マイナスのことを考えるので、なんか花を見てもね何も感じれないですよ。明日の支払いがとかね、明日の請求がとかね、借金まみれですとか、給料安いふざけんなみたいな精神状態で花を見てもね受け取れないですよ。花が綺麗だなとか受け取れないですよ、多分そういう精神状態じゃ。でも心にが豊かだったらいろんなものをね受信できるんですよ。でも豊かじゃないと、自分の状態が豊かじゃないと、本当は周りの豊かなものを受信できるんだけども、自分が心が豊かじゃないから周りのねそのごく当たり前のことなんだけども、その当たり前のことの幸せ豊かさを受信できないんですよね。まあ、これね最近本当に思うのが、まあインスタやってるのもあるんですけど、やっぱ花見るだけでも受信できるんですよね、その豊かさ幸せだなみたいなの。でもこれ心にゆとりなかったら花見ても本当にね何も思わないですよ。なんかアスファルトに咲く花を見てもね踏みつけてますよ、多分
気づかない。そう、まあ目の前のことでいっぱいいっぱい、支払い、今月の請求どうしようかな、支払いどうしようかなでいっぱいいっぱいですよ。だから心を豊かにするっていうのは大事ですね。じゃあ心が豊かになるためには何が最低限必要なものっていうのは、やっぱお金は必要なので、お金が全てじゃないけども、お金が原因で心がね、そのねじれていくっていうのはもうあるので最低限のお金、その選べる、例えばなんだ、ビール飲むにしても第三のビールも飲めるし、プレミアムモルツも自然に選べるしっていう、これぐらいでいいと思うんですよ。もしくは日本酒選べるとかね、別にそのなんか何百万のワイン選べなくてもいいけどもね、ワインとか超高いじゃないですかね、何百万とかもあると思うんですよね。別にそういうの選べなくてもいいけども、まあ、選べたら選べたらでいいのか分かんないですけど、なんか許容範囲で選べた方がゆとりは出てくると思うんですよね。自分のそのライフの中で選べるっていう、そう、それ超大事ですね。まあ暇じゃないとね、でも暇になるためにはやっぱネットで稼げるようにならないと時間のゆとりはできないでしょうね。僕はね、もうネット以外ない、僕はすいません、ネット以外ないと思います。やっぱね、会社経営して人に動いてもらって仕組み化したとしても、結局人と関わってるので、多くの人とね、何千人何万人の従業員の人生を抱えるだと、ゆとり、心のゆとりというか心の暇っていうのは生まれないと思うんですよね。だってそれは何千人何万人の従業員の生活のことを考えないといけないんで、自分ではなくなんか考えないといけないから、ゆとりって僕はあんまできないんじゃないかな。まあ一部の人は できるかもしれないですけど、僕はできないですね。そう、だからまあネットでやっぱ一人でこう稼げるようになるっていうのが僕は推奨しますけどね。僕はその従業員雇って、その確かに仕組みで回って売り上げが上がるかもしれないけども、そこは僕は推奨しないですね。それはもうしんどいですね。もうやりたくないですね。もう絶対やりたくない。自分を生きたいですね。自分の人生を生きたいですね。だから自分の人生を自己責任で生きろっていうのを教えていきたいですね。そう、自分の人生を自己責任で生きられるような人生を送れみたいな。会社が何とかしてくれるとかね、上司が何とかしてくれるっていう、そういうとこじゃなくて、はい、まあいろいろ申し上げましたけど、まあシーマなくなるみたいですね。